こんにちは、京都まるたけビーチチャンネルのナビッキーでーす。2021年京都サンガ、もうすぐ開幕となります。皆様いかがお過ごしでしょうか。お久しぶりでございます。まずはじめにですね、ナビッキー2月14日に開催されました、京都サンガの、公開トレーニングマッチの様子ですねを YouTube に上げましたが、ご存知の方おられるとは思いますが、ちょっと一部、不適切な動画が混じっており、多数の、リスナー及びサポーターの方から、ちょっとそれは撮影禁止じゃないのだろうかっていう、コメントとか、ダイレクトメールをいっぱい、ナベッキーのところに届きました。で、一時、ね、再、編集、あと公開をね、非公開、削除しようと思いましたけど、 YouTube 側のねちょっと不具合でそういう操作ができない時期が1週間ほど続きまして、1週間ちょっとその、不適切な部分が映っている、YouTube が流れていたことに対して、ちょっとお詫びと、申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。それと、再編集いたしました後にですね、京都サンガの方にちょっと YouTube に関する問い合わせを行いました。それの回答が昨日届きましたので、ちょっとその、内容をここでご紹介させていただきます。まずはじめにですね、京都サンガ側の方にですね、京都サンガさんの方に、質問、このような質問をいたしました。まずですね、サンガスタジアムで観戦した、時の、まあ、内容、サンガに関する YouTube を、ちょっと出したいというふうなことを、問い合わせしました。その時にですね、まあ、J リーグの規則の中で、試合中とか試合の、選手ですね、試合中の内容及び、選手は営利目的に関しては撮影禁止っていう文言が書いてあるんですよね。で、YouTube 投稿に関しても営利目的なんですかっていうところですね。まず、試合中、あと、選手、肖像権とかございますけど、まあ、それは、営利目的なのか、YouTube に投稿することが。というのと、まあ、今後ですね、こういう、京都サンガの魅力を、PR したいっていう気持ちで、まあ、まず、亀岡まで、サンガスタジアムまでのですね、道中、こんな感じで来ますよとかいうね、まあ、大体大まかにJR のね風景なんですけど、それと、スタジアムの下にあるフードコート内およびそのフードコートの、スタジアムグルメ、それとスタジアムの中にある、フードコート、フードコートでスタジアムグルメですね、スタジアムの中で売ってるものを食べながらスタジアムグルメの紹介、それとまあスタジアムの、外周辺ですね、足湯の周りとか、まあグッズ販売してるとことか、そういうとこは、スタジアム外ですね、それも撮影禁止なんですか、撮影 OK なんですかっていうのをね、問い合わせました。で、こちら回答の内容ですけど、ちょっとまあ回答、まあちょっと端折りながらお話ししますが、まずは、試合中の動画撮影は禁止ですということです。試合中の動画です。それと、その他に関しては京都サンガとしては制限していることはございません。制限していることはございません。一つのポイントは試合中の動画撮影は禁止、その他に関しては制限していることはありません。またいろんな解釈ができると思いますけど、まあ、まず一番初めの発端ですけど、ナベッキーその、トレーニングマッチの時にですね、一番初め編集前の動画ですけど、まあちょっと後半のねキックオフのところを5秒ぐらいと、キックオフでボール蹴った瞬間5秒ぐらいと、最後選手が全員ね、スタジアムを周回してるところがあるんですよ。でそこを撮影したら、それまあこの日は撮影禁止だからこれダメなんじゃないのっていうご指摘を受けたので、まあ、その部分をカットした後に、また再編集して今現在、見れる状態になっております。で、まあスタジアム周回選手しているね、ところは試合中ではありませんね。
という、まあ解釈が取れるんですが、ちょっとまあこれも解釈のね問題なので、どういう受け止め方の問題なのですが、まあまず一つ一番分かったのは、試合中はダメだっていうこと。それはもう当然だと思うんですね。まあね、それをOKしてしまったらね、ダゾーンとかの意味なくなっちゃいますんでね。でそこから、まあ今後2021年の、ナベッキーの、サンガの、YouTube 活動に関しては、試合中はもう一切投稿しません、取りません。ただしね、個人で楽しむ程度ならOKなんですけどね。まあ YouTube は個人じゃないので、試合中はもう絶対映しません。ただし試合前の、スタジアムの風景とかはOKですね。で選手が最後こう周回してくれるとこもOKなんですけど、ナベッキーとしてはもう選手の顔がちょっとはっきり映るようなドアップはやめます。だから遠くからちょっと俯瞰でこうパーしながらとかね、そういう感じで、あ、こういう風な感じで選手回ってきたんやなっていう感じは、投稿いたします。それと、あとね、練習試合じゃなくてウォーミングアップ中ですね、ウォーミングアップ中に関してもアップの映像はもうやめます。ですから遠くからまたね、同じように、まあ、こんな感じで練習してるんやなっていう程度にいたします。それと、スタジアム内は、試合中じゃなかったら OK ということですので、まあ、OK というか制限設けていないということなので、まあ、スタジアムグルメとか、あとナビッキーちょっとね、前の、トレーニングの街でもちょっと紹介いたしましたけど、サンガスタジアムダイエットって言ってね、まあ、ウォーキングしたり、まあ、そんな感じをね、撮影してるので、まあ、それは投稿していきます。それとスタジアムの外の足湯とか、グッズ売り場とか、まあ、外、観客のね、皆様の雰囲気とか、で、観客の皆様に関しても、顔は、できるだけ映らないように、あとまあ編集等でね、顔がはっきりそういう風にならないような、撮り方編集の仕方でやっていきますということでね、まあ、明確に京都さんが側からですね回答いただきまして、まあ、なんとか解釈がどうなのかっていうのがね、また今後なるのかもしれませんけど、試合中はとにかく禁止っていうことだけははっきりしましたので、あとは J リーグの、ね、規則等のあるんですけど、まあちょっと難しいといろんな、ね、解釈となりますけど、とりあえずまあナベッキーとしてはね、ちょっと一安心ですね。一応サンガの、そういう、ね、YouTube 活動はなんとか続けられていきそうなので、ホッとしております。それとですね、まあいろいろとリスナーとかサポーターの皆様からね、ご指摘とかコメント等いっぱいいただきました。まあ、その中ではちょっとね、厳しい意見とかもね、ございまして、まず、編集した後のね、トレーニングマッチ、2月14日のガイナーレ撮る時の動画編集した後ですね、それも、もうこの日は撮影ダメじゃないんだろうかって言ってね、もうスタジアムとかもそういうの一切ね、撮らなくてね、まあスタジアムグルメとかね、先ほど言いました、その、スタジアム周辺ね、回るね、ウォーキングとか、そういうのと、まあ、試合結果に関してはね、サンガのホームページからも、公開したので、その試合結果と、誰が得点したかっていうぐらいのしかね、まとめていないんですが、それでもダメじゃないかっていうふうにね、ちょっときついね、ご指摘を受けたんですけど、まあ、今回ちょっとね、試合中は撮影禁止っていうことだけはね、分かったので、まあ、試合の、投稿に関しては、まあ、制限を設けていないというね、まあ、ちょっと曖昧な表現の仕方ですけど、まあ、一応 YouTube 活動して OK だよっていうのね、まあ、そういう感じで受け止めておりますので、まあ、今後ともまた、2021年もね、ナベッキー、サンガの PR 活動っていう形で、投稿させていただきますので、またよろしくお願いいたします。ただしやっぱり厳しいね、すごいね、もうサンガのその、なんで撮影してこの YouTube 出してんだとか言ってね、厳しいね、コメントとかダイレクトメールをね、多数いただきましたけど、まあその人それぞれのね、解釈もございますし、ナベッキーがちょっと間違ったね、解釈もありましたので、いろいろとちょっといざこざみたいなのがちょっとだけありましたけど、まあ、今回に関してはっきりと分かったことがね、京都さんが参加から回答いただきましたので、本当にナベッキーちょっとホッとしておりますんで、よろしくお願いいたします。さて、先ほどからですね、来ているこちらですね、サンガの今年のユニフォームですね、はい、ちょっと
上の方まで立って、ちょっとだけこんな感じ、こんな感じでーす。おー、やっぱりね、発表された時にはね、ちょっとえっと思ったようなねデザインですけどね、やっぱり自分がこうやってね、ほら着てみるとね、ちょっとおー、なかなかいい感じのねユニフォームですね。相変わらずオーセンテッドのね、今で背番号、後ろの背番号なしですけど、なべきはなしです。もう12番ですらつけておりません。まあこういうねノーマル、もしかしたらねシーズン中にやっぱりこの番号がいいなとか言ってね、カモさんの方にね、背番号入れるようなことをするかもしれませんけど、まあもしやったとしてもね、森脇選手46番ですかね、を入れようかなと。去年もね、ちょっと46番どうしようかなと思ったんですけどね、この新しいね T シャツじゃないわ、ユニフォーム来たんで、ちょっと今のところはまだ空白の番号ですけど、2021年度のセンテック、サンガのユニフォームこんな感じになっております。かっこいいな、やっぱり。さて、ですね、こちら今年もやります、2021年度京都サンガ貯金ですね、ちょっとまあちょっともう入ってるんですけど、はい、まずね、今年のですね、京都サンガの、サンガ貯金の概要ですけど、まあ去年と同じなのですけど、ほぼですね、今回変わった点が一箇所あります。まずね、大雑把にね、京都サンガ貯金どんなもんか言うたら、まずホームで勝てば1000円で、アウェーの試合で勝てば1500円、ね、引き分けが500円、負けたら200円を、入れていくんですけど、その時にですね、ハットトリックした時は1000円ですね、連勝したら、また100円プラスしていきます。ですから、2連勝したらね200円、だからホームで勝って2連勝したら1200円入れるとかいうね、そんな感じですね。それ と、ですね、ジャイアントキリング言うて、上のチームに、ね、勝った時にでしたら、その時に500円入れるとかいうのがあるんですけど、あと、まあ、最後し、ね、シーズン終わった時に、ね、優勝、昇格、プレーオフ圏内で入っていく、ね、値段もまた変わっていくので、またそれは、ね、随時紹介していきますが、今回ですね、シュート、ゴール決まった時は1回100円だったんですが、まずね、フォワードの選手が入れたら100円、ミッドフィルダーの選手が入れたら200円、ディフェンスの選手がゴールを決めれば300円、ゴールキーパーが決めれば500円というふうな設定に今回いたしました。それで、先日のトレーニングマッチの結果は、まず3が勝利で1000円、それと、松田選手と竹富選手、ミッドフィルダーの2人が、1点ずつ入れたので、ミッドフィルダーですので、200円の2ゴールで400円ということで、現在こちらの、ちょっとラベル内ですけど、1400円入っております。これが今年2021年の参加貯金の概要となっておりますので、またこれ、第1節から入れていきますので、皆さん頑張って参加貯金やっていきましょう。去年ね、ダメだから4万、あ、すいません、去年4万5千円、まあ5万円いってないですけど、4万8千円ぐらいかな、いけたので、このね、ユニフォーム、温泉デコユニフォームも約、1万5千円かな、それと、ファンクラブ3千円で1万8千円、約2万円ぐらいも、その参加貯金から、出しておりますので、まあ、普通のね、この2万円ぐらいするね、ユニフォームをパッと買えるのも、サンガ貯金あってのことですので、皆様もよろしければサンガ貯金やってみませんか。値段のね上下は皆様の懐具合で書いていただいて答えていいので、まあ小学生の方やったらねホームで勝てば100円とかね、お金持った人だったらホームで勝てば1万円とかね、ボール1本5000円とかね、そんな感じでやればね、なんぼでもその上下できますけど、ダベッキー、今言うたのはダベッキーの懐具合でなんとかできる範囲の設定となっております。さて、J リーグもですね、2月28日から大雪、アウェー始まり、3月7日ホームゲームで、松本山形と、ね、対戦になりますが、やっと今年もね、長いシーズン始まりますので、今年も、ナベッキーの、サンガの動画、YouTube ですね、よろしくお願いいたします。それと、先ほど申しました通り、2月14日のね、トレーニングマッチでちょっと、撮影禁止じゃないだろうかとかで、ね、曖昧なちょっと、形でしたけど、皆様にご迷惑をおかけしましたことを、ここでまた改めてお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。
ということで、2021年京都さんが、頑張って皆さんで応援して必ず昇格させていくように皆さんで頑張っていきましょう。そうですね、やっとね、もう今年のサンガはね、ほんまに昇格あばよくは優勝狙えるぐらいのね、戦力と監督いますので、皆様で本当に本当に頑張って、やっと10年以上ね、かかっておりますが、京都さんが、昇格させていくようにみんなの力で頑張りましょう。さて、なかなかとご視聴の方ありがとうございました。京都丸竹ビチャンネルのナベッキーです。さあ、このチャンネルは、京都の食レポやこのような京都サンガのサポーターですので、京都サンガの魅力をいっぱい伝える動画作っていきますので、ご視聴の方よろしくお願いいたします。それとチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは、なかなかとご視聴の方ありがとうございました。京都丸竹ビチャンネルのナベッキーです。それでは皆様ご一緒に、せーの、フォルサ京都頑張れサンガー。